マイク・デオダートは、ブラジル・パライワ州カンピナグランデ出身のアメリカンコミックスのアーティストである。マイク・デオダート・ジュニアとも表記される。デオダートの最初の作品の一つは、イノベーション・パブリシングより出版されたテレビドラマ、美女と野獣の本案コミックであった。デオダートは、その後、ウィリアム・メスナーロ・エブス脚本のワンダー・ウーマンにより、アメリカのコミック界で有名となった。 ワンダー・ウーマンの後は、ウォーレン・エリス脚本のマイティソーに参加し、さらにその後は、ロブ・ライフェルドのクローリーを手掛けた。1990年代半ばのデオダートのアートスタイルは、ジムリーを連想させるものであったが、ブルース・ジョーンズ脚本のインクレディブル・ハルクからはより写実的なものとなった。その後彼は、ドクター・ストレンジ関連タイトルであるウィッチーズを手掛け、さらに、 アメージング・スパイダーマンとニュー・アベンジャーズのレギュラーアーティストとなった。2007年からデオダートはサンダー・ボルツの第110号から再びウォーレン・エディスと組んだ。2009年創刊されたダーク・アベンジャーズでもレギュラーアーティストを務め、さらに2010年からのエドブル・ベーカー脚本のシークレット・アベンジャーズにも就任した。2011年からは ニューアベンジャーズのアーティストに復帰した。ありがとうございます。